めまして。はじめまして。実況金庫店長の清水でございます。よろしくお願いします。金庫店長の熊崎遥です。本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうぞ。失礼します。失礼します。わあ、緊張してるんですけれどはい、じゃあ早速なんですけど、はい、今日たくさんちょっと聞きたいことがあって、いっぱい質問しちゃってもよろしいでしょうか。よろしくお願いします。ありがとうございますあの滑舌が悪いので聞き取れなかったら教えてください。全然大丈夫です。作業が特に言えなくて。あ、そうなんですか。中京競馬場のコースの特徴などを教えていただいてもいいですか。中京競馬場はまずは左回りのコースということで、はい、これはあの全国では3カ所しかないあの競馬場の一つですので、はい、特徴の一つだと言えます。あとはあのダートコースの、まあ、G1 があるということもあるんですけども、はい、チャンピオンカップ、はい、そうですね、年末の、ダートコースの、まあ、大きさが大きいあの競馬場の一つでして、はい、1周が1530メートルということで、わあとはあの起伏があるっていうのも特徴でして、はい、まあ、坂といいますか、あ、高低差、そうですね、高低差ですね、はい、はい、芝コースで 3.5 メートル、ダートコースで 3.4 メートルの起伏があるということで、よくあの予想するときに、あ、高低差あるしなと思って予想させていただいたりとかしてるので、ね、ちょっと予想にもね、そうですよね、関わってきますよね、はい、で、まあ、直線に起伏があります、まあ、坂がありますので、はい、まあ、タフなコースなのかなというふうに思ってます。直線もかなり長いですよね。そうですね、あの芝コース、ダートコースともに比較的長くて、はい、まあ、芝コースで、412メートルということになってますんで、はい、あのサイレンス鈴鹿広場ってありますよね、はい、それってどういった経緯でその名前が付けられたのかなと思って、はい、こちらはあのちょうど10年前の、はい、競馬場創設60周年の際に実施した、はい、あ、まあ、ファン投票というか、競馬場、中京競馬場で思い出に残るファン投票ということで実施した際にサイレンス鈴鹿号がまあ1位になったということで、はい、まあ、馬主さん の, あのご好意もありまして、あちらの広場、三塁湖の広場を、まあ、サイレンス鈴鹿広場ということで名付けさせていただきました。あのサイレンス鈴鹿のモニュメントもありまして、はい、まあ、馬の写真と、はい、あと蹄鉄の形と、はい、あと竹さんの手形を一つにしたモニュメントがありまして、うん、崎豊ジョッキーの手形、すいません、合わさせていただきます待って、ぴったり、え、これぴったりですよね。え、これぴったりってやつですか。どれぐらいの大きさなのか知りたかったら、ぜひサイレンス鈴鹿広場に来るか、私の握手会に来てください。待ってます。はい、わ、すごい。え、ぴったりだ。え、これ本当に、え、どうなんだろう。これぴったりってやつですよね。え、けど私も実際に行ってみてすごく嬉しかったです。あのまだ競馬を知らなかった時代なので、やっぱそういうのがあることによって。見れなかった瞬間をそこでちょっと体感ができるっていうのはすごく嬉しい広場だなって思うので、今年の春にも70周年のヒーローは誰だっていう、そういう投票、ファン投票がまた行われていましたよね。そうですね、やはり1位はサイレンス鈴鹿号ということで、そうですよね、はい、引き続きサイレンス鈴鹿号が1位になったというところでございます。いや、1998年の金庫賞でどれだけこんな差をつけるんだろうって言って、 あの大差でゴールまで持っていくっていうのが、その現場がこの中京競馬場で行われていたんだって思うとすごく感慨深いなって。そして2位はオグリキャップ号だったんですけども、ご存知ですか。知ってます、あの今時計でも、キャラクターなんですけど待ち受けにしてます。あ、そうですか、はい、大好きなので、笠松からこうしてどん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 、ね、どの物語性が素晴らしくて、そして3位はキングヘイローっていう、まあ、はい、馬なんですけども、涙涙の、そうですね、初 G1 制覇っていうね、それも11回ぐらい何回も挑戦して、そうですよね、はい、
他にもやっぱ60周年と70周年でやっぱ順位も変わってくるところもあって、どんどんやっぱ歴史が新しくなっていく部分もあって、あ、ね、私的にあの、はい、金庫賞の2021年のギレオンのレースがすごく印象に残っていて、はい、ちょうどその時私あの番組で中京競馬場さんの方にお邪魔させていただいていて、ギレオンが勝った時のすごいどよめきというか、まさかのって、やっぱり人気が一番低かった馬が一着に来て、けどすごい逃げ切りだったので印象に残っていて、けどやっぱそういう方が多くてランキングにも入って、あ、そうですね、今回16位ということですね。そうですよね、はい、なんか自分が見てたその思い出のレースもこうやってランキングに入ってきているっていうのもすごく嬉しいなって思ったし、そうですね、今まで中京競馬場で一番多かったあの来場者数が一番多かった日とかってありますか？はい、これはあの1996年の5月に行われた、はい、高松の宮杯の、はい、当日の入場人員が7万4201名ということで、これまでの最高の入場人員になっています。はい、すごいですね。高松の宮杯が、G1 に昇格した最初の年で、も何より話題になったのは、三冠馬の成田ブライアン号が出走するということで、はい、衝撃的でしたもんね。まさかのここに来て成田ブライアン号がよくご存知ですね。そうなんですよ、天皇賞からの、3200からの1200、距離がね、そうなんですよね、はい、どういう挑戦になるのかっていうその思いもあって、ファンの方は興味津々だったと思いますし、そうです ね、 ね、はい、それが成田ブライアンの最後のレースっていうのもありまして、最後のレースっていうことで、今までもこれを超えたことはまだないって感じ。そうですね、それまでは逆にどんなレースが、そうですね、その次にお客様入ったのが、1974年、はい、これも高松の宮杯で68,469名っていうことで、これはあの大成功っていう、はい、昭和の大スターってよく名馬って言われますけど、大成功が中京で走るっていうことになって、で、はい、成田ブライアンの年まで22年間ずっとレコードだったっていうことになります。まあすごいですね、はい、本当に何が起こるかわからないからこそ見逃すなってもうみんなに言いたいですよね。やっぱ生で見るレースもやっぱ違いますもんね。初めて近くで見た時感動しちゃいましたもん、まあ、この迫力をこんな近くで見ることができるんだって思ったので、おすすめのグルメって教えてほしいなと思って。やっぱりあの競馬場って名物のグルメってあるじゃないですか。あ、まあ、美味しいお店ばっかりなんですけども、いや、そうですよね、迷いますもん、どれ取れようかなって。そうですね、まあ、人気あるのはペガサスタンド1階の、まあ、フードコートにあります、辰巳屋さんっていうラーメン屋さんがあるんですけれども、辰巳屋さん、はい、あの自家製の麺とか自家製のチャーシューでとても美味しいラーメン屋さんでして、はい、醤油、味噌、塩って、まあ、どれも500円程度の比較的お手頃な価格でラーメンが食べられますんで、はい、行きたいです。あ、ぜひ辰巳屋さんですね、はい、いや、もうラーメン大好きなので。あ、そうですか、はい、他にもあったりとかしますか？施設面とかスポットとか。特別の競馬場のですね、オリジナルのクラフトビールを、作ってみましたんで、ワイマーケットブリューイングさんとですね、中京競馬場で共同開発したオリジナルクラフトビール70ということで、まあ、限定発売ということで、パッケージとかもやっぱりその70周年用。あ、そうですね、はい、70って数字が入ったオリジナルのパッケージになりまして、はい、あ、これ飲むか飲まないか迷いますね。あ、そうですか。これ記念として取っておきたいじゃないですか。やっぱ70周年限定となるとちょっと記念に置いておきたくなるので。それ飲みながらかん、あのレース観戦もできる。そうですね、はい、ぜひ。なんという幸せなんでしょうか、それ。最高ですね。暑い時期ですんでね、暑い時期にオリジナルのビールを飲みながら大好きな競馬が見れるという、そして声援もできる、はい、ぜひ熊崎さんまたプライベートで来ていただいて、はい、ビールも楽しんでいただければと思います。あのプライベートに行った時に女性スポットで、あの馬女さんたちのなんかカフェみたいなのが
ありますよね。競馬場の、ツインハット3階に馬場スポットという、はい、女性専用の、はい、エリアを設けてまして、女性の方に、まあ、ゆっくりと競馬を楽しんでいただけるスペースということでやっております。そうですね、はい、でめちゃくちゃ驚いたのが、はい、なんとドリンク1杯無料なんですよね。あ、そうですね、女性の方はドリンク1杯無料ということでやらせていただいてます。はい、いやもう嬉しくて感動しちゃって、あの知らずに入ってったんですよ。パックみたいなのがタフィー君の可愛いパッケージにもなってるんですよ。わ、持って帰ろうって思って、可愛いと思ってテンション上がってしまいました。なんか毎回デザートも置いてあって、そうですね、オリジナルのスイーツなんかも販売してますんで、ぜひおすすめなのがですね、最終日、はい、8日目になります、7月の23日なんですけれども、こちらの最終レース終了後にババカイドっていうことで芝コースにお客様に入っていただけるというか、体験していただけるような、ババ開放を実施する予定ですので。開放しちゃうんですか？そうですね。すごいですね。写真とかも大丈夫？もちろんです。はい。わあ、最高な瞬間ですね。もうこれは行かなきゃと思います。もう競馬ファンだったら楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう本当にたくさんの質問をさせていただいたんですけれども、いろいろな楽しみ方があるんだなと今日改めて聞くことができて。今後とも中京競馬場を応援していただければと思います。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。いいんですか？はい、うわ、こちら芝コースどうぞ。失礼します。うわー、すごい、めちゃくちゃ綺麗ですね。うわー、最高です。気持ちいいです。ありがとうございます。わかりますか、この感動。すいません、生で味わって先に失礼いたします。うわ、ここをこうやって名馬たちが走ってきてるわけですよね。ここに私が今ここに立ててるわけですよね。幸せ。はい、ということで本日は中京競馬場さんにお邪魔させていただいて、清水場長にもお話をいただきました。より一層またいっぱい中京競馬場遊びに行きたいなと思いました。レースはね、とにかく生で見た方がすごく迫力も感じるので、ぜひね、あのたくさんの方これからも競馬場に遊びに来てほしいなと思いますし、私自身もたくさん行きたいなと思います。もっともっと今日で競馬愛が深まりました。皆さんの愛にも負けずに、これからもどんどん競馬愛大きくしていきたいなと思います。本日はありがとうございました。またこういう動画ができますように。以上、 SK58 くまちゃんこと熊崎遥でした。ガオ、予想も頑張ります。